回もそれではマリーンズファンの皆様ということになりました。お待たせいたしました。ヒーローインタビューは荻野貴司選手が呼ばれています。今日のヒーローは見事な決勝だ、荻野選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。延長10回の決勝だ。まずどんな思いでバッターボックス入ったんでしょうか。ピッチャーもしっかり粘ってくれてましたし、藤岡がよくチャンスメイクしてくれて、なんとか返したいなと思いました。そのチャンスをしっかり生かして打球が抜けた瞬間の思いというのは。嬉しかったです。そして荻野選手の活躍もあって連敗が5でストップです。苦しい戦い続きましたが、今勝利してどんな思いでしょうか。連敗はしてましたけども、チームの雰囲気も、悪くなかったんで、今日は本当に勝ててよかったなと思います。今日も大勢のファンが応援してくれました。ファンの皆さんに最後一言メッセージをお願いします。そうですね、明日もしっかり勝って、練習できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーロー見事な決勝だ、荻野選手でした。松本さん、今日はこの切り込み隊長の荻野貴司がツーランホームラン、はい、そして延長10回決勝タイムリーということになりました。そうですね、あれだけバットを短く持って ねこう打席に入って、まさかあそこでホームランを打つっていう誰もね思ってなかったところなんですけど、やっぱりしっかり振り抜いた結果がね、ホームラン、それと最後ね延長戦に入ってランナー3塁というところで